ああ、ちょ、はっ、お腹減って元気出ないな。あとちょっと頑張る、ちょっと頑張る。ブイッて飛ばします。はい、ということで、今回はですね、食べていきます。皆さん、一回は行ったことある吉野家。うん、好きやかな。ちょっと、どっちだっけ。吉野家、吉野家でですね、テイクアウトメニューっていうのがあります。お持ち帰りができるんですね。吉野家のホームページに行ってデリバリーのやつ頼みたいと思います。今回は1日で食べきるという企画ではなくて何日かに分けてデリバリーして、吉野家のデリバリーメニュー全制覇というのを目標にやっていきたいと思います。イエス。やっぱ吉野家デリバリーってやると、もう一番上にウーバーイーツ出てきて、その下に出前館が出てくるんですよね。出前館かウーバーイーツじゃないとダメなの。ことある、お店からデリバリーできないの。あれ、デリバリーとお持ち帰りを俺間違えて取られてた。怖いなぁ。吉野家あるかな。吉野家ない。え、前振り取り直し。あ、吉野家あった。じゃ、吉野家の注文をしていきます。 Uber Eats で。じゃ、まず牛丼を頼んでいくけど、うん、並盛りが売り切れって何、どういうこと。何個かキャンセルされたんだが、丼が全部キャンセルされた。ダメだ、丼物が頼めない。商品直接取りに行くことにしました。9点。わかりました、ありがとうございます、はい、ということで注文完了しました。テイクアウトメニューはめちゃめちゃ量があるんですよね。Uber Eats 本当に数が少ないし、謎に頼めないっていう現象があるんで、人力でいきたいと思います。まあ、今日一日は食べきれないと思うんで、今日頼んだのを今日食べて、後日食べて、3日後食べて、で3日後にまた注文して食べてって、もう1週間くらいかけたいと思います。じゃあちょっとテイクアウト行ってきます。レッツゴー。はい、ということで、吉野家のデリバリーやってきました。量がすごい多い。紹介します。まずこちら、牛丼の並盛りです。並盛りじゃねえよ。牛カルビ丼の並盛りです。カルビ生姜焼きの並盛りです。牛カルビ丼の並盛りです。そしてこれは多分、温玉のせバージョン。牛カルビ丼のチーズのせ並盛りです。そしてこちらがネギだく用のネギです。牛サラダのエビアボカドでございますね。ご飯の代わりにサラダが入ってるって感じで、めちゃめちゃヘルシーなメニューになっております。そしてこちらがただの牛サラダ。さあ、ということで、こちら食べていきまーす。はい、ということで、じゃあ食べていきたいと思います。俺は好きなものは先に食うっていう派なんで、意外と牛じゃなくて豚が好きなんですよ。いや、でも、ネギはネギであんま好きじゃないし、キムチはキムチであんま好きじゃないし、これむずいな。まあ、ネギいただきますか、ネギ。こちら、いただきまーす。俺、牛より豚の方がね、なんかね、柔らかくて好きだよね。しかも安いし、昔から豚丼だけずっと頼む。うまっ。安定のうまさあるわ。今になって結構ね、大人になってちょっといいところとか行ったりするんですけど、それでもやっぱり吉野家は最高ですね。めちゃめちゃ美味しい。野球帰り俺いっつも食べてたもんな。豚丼っていくらぐらいなんだっけ。338円。その吉野家ってさ、小盛り、並盛り、大盛りってくるかと思うじゃん。頭の大盛りって書いてある。何？大盛りがあって、特盛りがあって、超特盛りがあるんですよね。ちなみに並盛りは709キロカロリー。そんな高いの？おにぎり何個分だよ。めちゃめちゃ高いやん。1、2、3、4、5、6、7、4900キロカロリーってこと。やばくね。1日の摂取量もぶち超えてるな。たくまに聞かせたら超驚く。うん、おいしい。牛丼700はちょっと食らうな。コンビニのもの100キロカロリー超えてるものあんま食わないようにしようかな。そんな中の1杯700はマジで普通。テイクアウトメニューが店舗にあったから写真撮ってきたんですけど、めちゃめちゃ量あんねこれ。なんか俺が知ってたやつよりも多分量がある。制覇してんのが多分牛丼とネギだく牛丼、ネギ玉牛丼と豚丼とチーズ豚丼、チーズ豚丼だ、あとキムチ豚丼。何が制覇してんだ俺。これチーズ牛丼だよね多分。でもチーズ牛丼はない。制覇むず。把握の方がむずかった。はい、完食です。チーズ牛カルビいただきたいと思います。これ牛か。ふんだんに乗ってるタレ、このタレが一番うまい。これなんなら牛よりうまいからね。牛カルビ丼はなんか重いね。豚丼はカロリーを感じさせない食いやすさなんだけども、牛カルビ丼しかもチーズとなると思う。重い、めちゃめちゃ重いんだけど。これ完食です。2杯目完食です。お腹のたまり具合はまあ感じ。どうしよっかな、どれ行こうかな。豚丼行きて、気持ち的に豚丼行きてけど、これサラダ食べますか。こちらライザップ監修のサラダ。ライザップなんかいろいろ監修しすぎじゃない最近。コンビニとかにも行ったりするし、なんかライザップ結構いろんなとこに手出しがちなイメージがあるんだけど、最近お米がないから糖質があんまりないのかもねこれは。うんうん、しかもなんか鶏肉みたいなのも入ってるんだこれ。これはいいね。豆も入ってんだ。豆ちょっと苦手かも。あ、めちゃめちゃヘルシーな作りなんだねこれ。肉目って言って食ってったら、なんかだんだんサラダしかなくなってきてね、食いづらくなってくる。あ、でもドレッシングついてんな。そういや、何これ。ドレッシング1個だけある。あ、すっ。早っ、出んの早っ。マヨネーズかな。ネギだくも入れちゃいます。味が欲しい。味が今、味がない。味がずーっとサラダなんだよね。肉来たら肉来たらきついしね。すべてきつい。体に良そうだなっていうのは分かる。うわ、味ねー、味ねー。いや、味のなさすごいぞこれ、マジで。
ヘルシーで美味しいんだけどね。大食いでヘルシーはマジで、いや、いいのかな、わかんない。このソファめっちゃいいよね。めちゃめちゃこう快適なんですよ、これ。前の椅子はもう一応所沢で使ってたやつで、もうすごい古くからあるやつで、元はといえばテオ君の実家にあったものをスカイピースの所沢に持ってきて椅子にしてたんで、あれめちゃめちゃ年季ある思い出が詰まってます。捨ててはないです、もちろん。これを買った経緯というものがですね、昔所沢にいた時にこんな感じの椅子スカイピース使ってたの知ってます？で、全く同じの買おうかなと思ったんだけど、ちょっと違って、これ。まあそれだったらまあ昔のやつ使うかーってなって、急遽ここにあった椅子をね戻して、スカイピースの方のね最後の前に一言の動画でね使ったんですけども、いやでもね、あの椅子よりこの椅子の方がいい。思い入れは確かにあるけど、この椅子の方が全然いい、これ間違いない。あと恋だけ頑張ります。はい、完食です。なんとか3つを食べきりました。これで2400キロカロリーです。えぐすぎます。スカイハース持って帰ってちょっとね、みんなで食べようかなと。ちょっとタクマとかお腹空かせてるだろうし、ちょっと行こうかな。はい、ということで一回家に戻ってきたんですけど、残ってる牛丼を袋詰めしてスカイハース持ってって食べようかなって思ったんだけど、時間なくて食えなかった。よし、いやーもう本当にこれ盲点だったんですけどね。こちら見てください。牛丼といったら欠かせない生姜焼き忘れてました、すいません。はい、でちょっともうこれですね、スカイハース。ネギ臭、うわちょっときついねこれ。いただくぜ。うめえよこれ。これ牛丼なの？なんか牛丼の質変わったね。昔の方がうまかった気がする。うん、うまい。いや俺も早く熱盛り生放送してえな。こうやって俺が牛丼をのうのうと食ってる間にも、みんなは熱盛りでいろんな魚を釣ってるんでしょ。耐えられないですよこれ。もっとタクマの家行くけど、タクマには牛丼一杯に700キロカロリーってことは伏せておこう。それ言っちゃ大事、多分一杯も来なくなっちゃうからね。うんうんうん、お腹いっぱい。たくまについてくれっかな。まあ頑張っていきましょう。はい、ということで今たくまの家に来ました。お邪魔してます。めちゃめちゃ見分かれてる。こちらが食べかけ途中のライザップのやつ。牛丼キムチ、これがカルビ、これがパスタ唐揚げ丼みたいなで、唐揚げ丼で似たようなのいっぱいあるんだよ。まあまあカレーとかあって、まあ結構ほぼ全種類です、これ。ほぼ全種類。いただきます。いただきます。いただきます。何から取っていいのこれ。食べたいのから食べて大丈夫。でもキイちゃんはカレーだもんね。そうなんだ。カレーなら無限っつった。不吉。カレー2個頼んだはずなんだけどね。1個なかった。5人いるからね今。大したことないけど。この家に5人来ることないんじゃない。ないよ。限られてる。多分。どんぶり進んでる。もうやることないもんね。全クリじゃん。とりあえずないんだよ。あ、コップ牛丼いっぱい。いや、後ろに変な人いてさ、テキーラ頼んでる人いた。おじさんが。テキーラある。めっちゃ変な人じゃん。で、会計際に、牛丼って何でもいいんだろうね。一人で言ってて。向かいのおじさんに、社長社長社長って全然振り向かないの。社長じゃないから。社長社長社長お疲れ様ですみたいな。怖くない？お支払いどうしますかみたいなって言われてて、スイカで。スイカじゃ悪いかよ切れてて、一人で。怖いと思って。牛丼屋で一回キーラってすごい。意味わかんないよね。置いてるんだ。置いてない、置いてない。お、キーちゃん、完食ですか？ありがとうございます、完食。すごいです。あー、これがいいんじゃない？ライザップ監修のエビアボカド。うまっ。もう食い切れるのかな？食い切れるな。でも、いっぱい食って。結構いいね。え？いやいやいや。違うね。これは君だよ。で、これも君だよ。で、なんならこれ、これだよ。それはやばい、それはやばい。これガチで怒られるみたいな顔すんなよ。でも、この前寿司屋行ってめっちゃ食ったもんね。何歳だっけ？17。すごくない？初めてよ。マジで食ってんの、あれ。本当に頑張ったらしいから。これ、なんだっけ？あの時マジで、化け物だよ。マジで、なんか苦い、これ苦い野菜が。子供か。いやたくまが嫌なものは俺が食うだけ。それからそれ食べてね。おい、お前ら何してんだよ。全部食えよ、それ。はい、たくま、あと5。海苔みたいな感じ。あと5。あと5は無理だね。それなんか味なくない？めっちゃ気になる。あんまりない。これ昼も食ったんだけど、マジこれきついんだよね。いや、いい家だね。何回も知らん。食ったんびに行ってるよね、たぶん。洗い流したんかっていうくらい、めっちゃ綺麗に。すごい綺麗。うわ、すごい。うん。食べきりもんした。パチ置いたけど大丈夫。ほのかさんも食べまして、次がどっちかな。え、みんなきついの？きつい、わかる？精神的にきついのよ。この企画ってそもそも何なの？この企画ね、吉野家のお持ち帰りのメニュー全制覇。だからお昼も食べて、来る前にも1個食べて、うーん、終盤また追加で今度買う。
食べなきゃいけない。お邪魔するわ。またここ来るんだ。だって1週間くらいかける予定だったもん。いやめっちゃ早い、めっちゃ早い計算になってる今。みんなからすごい稼ぎすぎだな。一貫するとただの食事なんだよ。いやマジで何とかしていけないかな、この男4人で。みんなハウスエラーゼロだもんね。ありがとう。シャットリークも水。ありがとう。ちょっと色あるだけで気持ちいいから。気持ちいい。お、ギちゃん完食です。すごい、もうもうこんなすごいねこれ。すごいね。じゃあ残りはこれだね。ギちゃんでも3倍ずつぐらいでしょ。みんな結構あったよね。ん？そしたら俺これ結構片手、俺なんか結構味変わんない。醤油出てちょっと。ありがとうございます。急に頑張って食わないと止まんないもんね。止まんない止まんない。でも鬼すぎるよね。食べましたもうマジで。すいません満足そう。すいません。もうはい、ということで翌日になりまして、昨日の夜ちょっとね一緒に手伝ってもらいながらもカレーを食べたんです。カレーじゃねえや、牛丼だ。買ってきたのがチーズ豚丼、うん、キムチ牛丼、うん、豚丼。あれこれ全部廊下にない。廊下、あ廊下にまだあんの。あーあった、これしかないと思って。チーズ豚がチーズ、あれ廊下には廊下。あーよかった。はい、ということでですね、全部揃いました。やっとかなり量があります。昨日の残りでめちゃめちゃ魅力がないこれ。賞味期限1日切れてます。キムチ豚丼、チーズ豚丼、うなぎです。そしてこれが普通の豚丼。なんであれ豚丼頼んだっけ俺。多分のチーズカレー、チーズ半玉カレー、チキンカレー、唐揚げスパイシーカレー、スパイシーカレーということで、これがラインナップになっております。入るメンバー3人で食べていきたいと思います。取ってってください、取ってってください。うなぎ取った。どうぞどうぞ。私が食べるのはもちろんこちら、1日切れてるタッパーに入ったものです。いただきます。何個ぐらい食えそう。2個はいける。カレーなら全然いきます。出た、カレー無限男。唐揚げ以外。唐揚げ以外なら。あ、辛いの？ちょっと一口食べる。うわ、うまそう。うん。あ、ほんとだ、結構辛いね。いや、これご飯の中にあるさ、サラダがめっちゃきつい。ご飯とサラダと、インナンバンとネギと、混ざりに混ざってるからさ、牛丼のタレみたいなの入れたいな。さっぱりごまだれ。これマジでうまい。飲み物ね、牛丼。うん。うん、キョクチャ。混ざっ。なんか自分の家みたいに言ってるけど。うん、ありがとうございます。昔じゃないね、料理は。食えば普通にうまい。吉野家のうなぎどう？でも美味しいよ。でも。一番いいやつだから。うなぎの中でもあんの？確かに。うなぎ、19種類いるんだ。天然物と養殖物があるみたい。天然だとめっちゃ高いんだ。あれ、これがあるんだ。もう早い。さすがカレー無限男。カレーは無限なんだ。かっけー。ごちそうさまでした。おー、ありがとうございます。いや、牛丼行くの？美味しそうなんだ。マジ？カレー食わないんだ。完食でございます。ありがとうございます。コンタクトカップル、こんな素敵な容器をいただいて。さあさあ、次何行こうかな。あ、完食。あざ。え、クレイちゃん、何がいい？この中だったら次。これがおすすめなんだけど。なんでもいいよ。いいね。じゃあ、ワイは、チーズ温玉いただきます。うん、うん、ちょっと地味に辛いね、これ。スパイシーカレーって辛いんだね。うわぁ。なんで辛くすんだろうね。リスクじゃない？辛くない方がみんな食えんのにさ、ディズニーも甘いカレーあんだよね。ポークカレーだ。カレーやだ、カレーはやだな。豚丼行きたいわ。あ、うめえ豚丼。あと3つ2個目か、2人とも一飛ばししちゃう。おカレー完食だ。完食。早い。これはもうそこはチャンネルの人は食わないと。うん。じゃあ一飛ばし。じゃあチャンネル登録した。あ、よいしょ。うおしてるやん。チャンネル登録してね。うわ、時が飛んだ。俺吉野家のカレー全種類をやるんだった。残りのこの3種類食べていきたいと思います。いや待てよ、でもこれ3種類食べたところでまだ全部終わっていない。だって味噌汁とかあの、ね、サラダとかサイドメニューがまだまだ残ってるから、これ食べてもまだまだ終われないってことだよね。大変だ。行きましょう。いただきます。食べていくか。うんうんうん、シンプル。吉野家のカレー、カレーよ。もう今回この吉野家客もだいぶ後半まで来たんですけど、うん、完食です。カレー、あとはチーズカレー、チーズカレーいきます。大丈夫これ。まだ昨日のなんでまだ全然食えますね。吉野家の企画でこんなカレーしか食ってないことある？カレーばっか食べてさ、なんかココイチかなんかの企画だと思ってるよね。あー、できたて食いてー。こちらお生姜、カレーにお生姜っていうのはあんまり合わない気もするけど、もうずっと同じ味だからさ、味変が欲しい。うん、まっ。こんなに合う？お生姜カレーでも合うんだ。2杯目から僕スパイシーカレー唐揚げ。これ重いよー、絶対重いよー。
でもうまいね。さすが、うまいわ。米の量多くない？これびっちりで奥まで。しかも固まってる感じがすごいね、これルーが。いややわ。食べることに集中。あっちマジ熱いな、今日。俺ならできる。そう言ってやらないのは誰だ。いつもいつもそういう言葉で逃げて。本当はできるけどやらない。やるタイミングがない。やれる環境がない。違うね、逃げてるだけだ。君はできる実力も力も全てを持ち備えてる。やれないんじゃなくてやらない、覚えておけ。君ならできる。 You can do it。 唾飛んだけど。だから俺はこれを食べきる。不安不安妬み全てを蹴る。俺がなっちゃう完全体制る。いただきまーす。マジ腹いっぱい。3杯でしょこれ。何、いやー唐揚げ時間取ってもうまいな。はい、カレー1日3杯マジできついから、もうさすがにもう食べたから時止まち。やっと最終日になります。今回はサイドメニューを買ってまいりました。ちょっとごめん、ちょっと文句言わせてほしい。あれ汁が漏れてる。サラダのドレッシングを味噌汁と一緒に入れないでほしい。まあ味噌汁こぼれてるし、これ濡れたし、あとあったかくなっちゃうのよね。サラダってあったかいので食うのあんまりなのよ。うん、ちょっと気をつけてほしかったから、そこはね。全然いいけどね、全然いいけどね。そんな、え待って、サラダこんなのきつくね。シンプルにあさり汁、わかめ味噌汁、あさり味噌汁、そしてこれ豚汁。こちらがサラダたちですね。一応和風ドレッシングとごまドレッシングの2種類あります。ポテトサラダ、シンプルなサラダに1000円じゃし。タレ足りなそうな気するけど。ごぼうサラダに1000円じゃし。エビアボカドサラダに1000円じゃし。これ食べていきまーす。いただきます。サラダいきましょう。シンプルサラダです。これ意外と量あるからね、食べきれるかが普通に不安。普通のサラダ。でも感想いらない。めっちゃ進まん。あさりうまいね。お味噌汁も安定なうまさありますね。サラダ食うから頑張って。企画じゃなきゃ食わん。うわきつ。実はサラダが一番食いづらいわ。今日まだ何も食べてない状態なんだけど、こんな進まないから。あ、濃くなダイエットしてるみたい。うん、あさりお味噌汁の完食。ごぼうサラダいきます。うん、ごぼうめっちゃうまい。ごまだれの方が食べやすいわ。野球で新木場駅で降りて、で夢の島っていう野球グラウンドでずっと野球してたんですよね。あそこの自然がめちゃめちゃ多い。グラウンドまで30分ぐらい歩くってね。泳いでおいて30分だよ、グラウンドまで。トレーニングよね、それで。チヂミは入ってる状態でめちゃめちゃぐちゃぐちゃに回すと、ある程度取れます。これ豆知識。これ意外と知らない人いいんじゃないのこれ。食わない人とかいるかな。あうわ、チヂミ効いてんな、これ。大丈夫です。こっちも行こう。あんぱい！じゃあ、エビアボカドサラダ、いただきます。このアボカド、鮮度ねえな。味ぽんごまだれ、これマジうまいんすよ。何かあればこれかけとけ、間違いないんすよね、ほんとに。いやマジうめえんだけどさ。サラダきちいよ。もうきちい。食いたくない。これ食べたらもうデリバリー全メニュー制覇だからね。友達に自慢できるわけでしょ。吉田のデリバリー何がいいかなーって言ったらさ、俺デリバリーもう全種類食ってるぜって言えるって、すごくない？きれい。見るかな、このコーン。コーンがめちゃめちゃきれいなのよ。コーンがめちゃめちゃきれいなんですよ、これな。歯みたいなコーン。ワックスつけてね、俺キモすぎ。頑張れ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 。豚汁も混じりますか。豚汁本当に内容量すごいんだけど大丈夫？わかめスープの2倍あった量が。うん、でもさすが吉野家の豚汁うまい。豚汁とポテトサラダ。ポテトサラダあるあるなんだけどさ、ポテトサラダのサラダが脇役みたいなのあるじゃないですか。これはしっかりサラダが主役なんよね。すごい。でもきつい。俺思ったことがある。テレビでおならボケにされてない気がする。あれ？もしかして YouTube だからおならのギャグが許されるのかな？だとしたら YouTube 最高だ！おなら、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 おなら。おならテレビで調べたら、おならが止まらない女性の苦しみっていうザ・世界仰天ニュースが出てましたね。検証していく企画となっています。はい、おなら完食です。おならじゃねえ、間違えた。サラダ完食です。あとは残るは豚汁のみ。協力してくれたみんな本当にありがとうな。俺はこの偉業を達成する。豚汁完食ということで、なかった、本当になかった。吉野家のテイクアウトメニュー10種類いやー
なかったら、なんかもうこのここ最近ずっと吉野家しか食ってなかったもん。いや吉野家の全メニュー食べてんの多分俺が初なんじゃないかな。多分いない。いるー木下ゆうかさんが5年前に